今日のレース、振り返っていきたいと思いますが、高平選手の番手、高平君は S 級でも A 級でも、何回も連係しているので、まあ、信頼して、まあ、相手も強かったんですけど、はい、頑張りました。高平選手がまくりに構えたとき、そうですね、あのまだ金山君がそんな踏んでなかったんで、いけるかなと思って、はい、ついてました。 そして4コーナー回ってきた時はいかがだったかしら？いや、もう3。コーナーぐらいから、もうワンツーは決まったかなと思って。ちょっと後ろが見えなかったんで、後ろの後輩がついてきてるかな？来てないな。みたいな感じだったんでまあ残そうと思ってはい。<laughs> 見事ラインワンツーも決まりましたわ。調子はいかがかしら？ そうですね S 級から落ちて1発目地元で落車してそれからちょっと不安だったんですけど、えー、とちょっと昨日九州の先輩の大竹さんにちょっとアドバイスもらってそれが参考になって、はい、劇的にいいですそのアドバイスどのようなアドバイスかしら秘密です秘密なんですのねじゃあ明日の決勝戦も楽しみですわねそうですねはいゴール1着で来れるように頑張ります皆様お聞きになりましたゴール一着ってことよ それでは明日の優勝を目指して何かパフォーマンスしていただいてよろしいかしらそうですね熊本って言えば馬刺しなんで、うん、馬刺しの食べ方で皆様よくご覧あれ馬刺しの食べ方をご披露してくださるわ平選手の馬刺しの食し方よ馬刺しはですねあの醤油濃いめの甘い醤油で、うん、えっで一味を垂らして女性の方はおろし生姜で男性はおろしにんにくで食べて。うんうん 美味しいって感じです。うまい。素晴らしいです。食べたくなったわー。ひらし。